サッカーをもっと楽しく、井上麻でございます。ノーミルク佐藤です。井上ミルクサッカーアカデミー、今日の授業は先生どちらでしか、こちらですね。どんでた台所事情ロアッソ熊本編でございます。いやありがとうございます。ということでですね、このシリーズはですね、はい、どのポジションに何人ぐらいどんな選手がどんな世代でいるの、そして今後どうなっていくのみたいな、チームの計画は強化プランはみたいな、先生が教えてくれることになっておりますよ、はい、ということでよろしくお願いします。今日情報集めてきてくれたと聞いてますよ。もちろんでございます、はい、ネクストステップということでかっこいい。まあもう今ね、残り2試合残ってますけれども、はい、まあ、昇格の可能性がまあとても高いという状態にある熊本さんでございます。ですね。でのでまあもうチーム作りという意味では、はい、もうほぼ昇格の可能性とても高いわけだから、うん、来年 J3 にいるんじゃなくて J2 にいるっていう腹積もりでやんなきゃダメだってのがあるんですか、うん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 、っていうところでどんなメンバーになっていくのかっていうところをちょっと考察していきたいなと、はい、わかりました。お願いします。はい、ではまず表を見ていきましょう。こちらでございます。ドン、はい、バイン出ました。はいはい、こんなメンバーでございます、うん、まずですね、上の部分なんですが、こちらは直近3年間のデータ載っておりますと、はい、そして真ん中の部分にはまあ今日のメインですね、左側からピンクでゴールキーパー、青がセンターバック、水色がサイドバックやウィングバックができる方々になっていて、オレンジが守備的ミッドフィルダーでございます。はい。黄色がオフェンシブなミッドフィルダーになり、黄緑がサイドアタッカーとかウィンガーとかそんな感じになってますね。はい。で、緑がセンターフォワードタイプとなっています。はい。そして左側ご覧ください。黒い部分こちら、年齢、そして生まれ年、そしてね、オリンピック世代区分になっておりますということです。はい。そして下に移籍と書いてますが、先生。はい、こちらが、まあ、移籍のインアウトの、まあ、予想というところになりますね。はい、うんうん、いわゆる、ジェッツに上がると見立てた上で、一体どんな人が入ってくるんだろうか。そして、大学生組が熊本はかなり決まってるってところがありますので、そのあたりもちょっとお伝えできればと思います。はい、こんな選手もどう合うんじゃないですか、いいんじゃないですかって先生がね、お見立てする部分もある。そういうことです。そういうことでございます。エビデンスがあるのと、単なるね、予想、願望の部分もありますのでね、ちょっと。そういう感じで見ていただきたいと思います。はい、よろしくです。はい、お願いします。はい、まずはゴールキーパーでございます。はい、まあ、ゴールキーパーに関しては、うん、言うて変わらないんじゃないか目線もあるんですけど、うん、逆に強いて言えば、この、特に上2人、今年出場になった佐藤選手、はい、内山選手の2人は、はい、ビルドアップとかロングキックの確かさ、はい、成功率が異常に高いんです、はい、なんで、2人とも高い。はい、ってことは、はい、どっちかぐらいには、多少お声がかかっても、まあ、おかしくはないよっていう。うんうん、ところはあるかもしれません。ただ、はい、最近ね、J1 とか J2 でもいいゴールキーパーは目白押したよ。そして飽きそうなゴールキーパーもいるよって話がありまして。ね、動きますかね、この冬ね、キーパーもいっぱい。そうなんですよ。一、うん、人が、六谷雄士。今、横浜 FC にいますけど、はい、ここがちょっと難しいところですが、今年の冬に横浜 FC には、ドイツ U24 代表のブローダーセン選手という。そうですね。そう。が来てしまって、はい、うん、とてつもないセーブ率だとかを見せてるのもあり、ロクタン選手が今控えになってるんですよね。そうですね。それはもったいない話ですね。確かにね。そうなんですよ。ロクタン選手、鹿児島出身なんですよね。ちなみに言うとね。なるほど。同じ九州というところで、助けてっていうところとかも、一つポイントかな。なるほどね。そしてもう一人。はい。現松本の守護神ですが、はい、囲井健太郎さん。はい。ここはもう来てほしいっていう、これを願望した。ああ、そうですか。うん。理由はあるのよ。はい。熊本は、大津高校出身です。ああ、なるほどね。そういうことですね。ああ、だから来る可能性はあるんじゃないかっていうことですね。そういうことです。ああ、なるほど。うん。っていうところでちょっと見立ててみましたよ。はい、はい、はい。まあ、あったらそういうところから。まあ、ただ足元ベースだと思うので、どの道佐藤選手か、もしくはね、が、なんか守護神務めてもおかしくないかなっていうのはちょっと思ってるところですね。はいはい、続いて今度センターバック、青とあと水色、青水色、はい、一気にユンと見ていきましょう。はい、青に関しては、はい、あ、でも現状のスタメンな皆さん、黒木さん、坂井哲郎さん。出場でしたもんね、黒木さん、坂井選手、ね。そうなんですよ。はい、うん、なんで、そこからまあ、ずれることというか、だからあえて誰か取るって必要性があるのかって言われたらちょっと難しい。はい。強いて言えば、だから、やっぱり今年の秋田だとか、もしくは相模原のような、うん、去年昇格してた2チーム見てみると、はい、J2 で経験した方を取るってのも大事なんだけど、うん、やっぱ J3 オールスターで臨んだりすると良かったっていうのもあったから、そうですね、誰かね、今年 J3 で輝いてた人を持っていくっていうのも、まあ、一つ心理としてはありなのかなと。はははは
で、元、ね、大木さんって今の現監督考えたら、うん、熊本の前は岐阜だったんですよね。そうですね。岐阜センターバック、甲斐健太郎。ああ、なるほどね。そう。なんて名前もどうか。はい、そうなんですよ、うん。特に岐阜は今、はい、あとほら、牧野智明さん、浦和レッズ。はいはいはい。になんかどうやら、なんかね、オファー出すんじゃないかって話もある。柏木選手に続いて？そう。あの実はあの、浦和の元スタッフの方が岐阜にいるんですよね。和名探偵、そんなつながり。そういうところもある。へぇ。それで、まあもちろんだから、甲斐牧野ってできたらいいけど、それこそじゃあ J2 でやってみないかって、それこそ元監督に言われたら果たせどうなるかってところにちょっと入れてみたところはありましたね。はい。あとサイドバックに関しては、まあそんなにこちらはもうアウトはないんじゃないかと思っていて、まあ大卒で阿部選手、江崎選手がやってくるっていう形になりますね。ここも単なる、もうすでに出てる選手もいますし、もう強化って感じになるかなと思います。そして続いて今度、オレンジと黄色一気にキュッと見ていきましょう。はいはい、こちらは、もうオレンジのところも最近言ったやっぱ川原選手ですよね。そうですね。ねえ、もうなんか比類なきアンカーキャプテン。なんかね。そうなんですよ。リーダーシップですよね、若いのにね。そうなんですよ。うん、2年目でしたよね、2年目ですね。うん、だからもし熊本としては、それこそ川原選手が抜けちゃったらどうしようって話はあるんだけど、うん、なんかあれほどまでリーダーシップを張ってやってきた男が、はいはい、チームで一気に今 J2 に上がるわけじゃないですか。まあ上がって抜けるってことはなさそうな感じはしますね。確かに。もちろんだから本人が J1 チャレンジしてみたいとかはあるかもしれないけど、一回 J2 やってからだと思うので。熊本で上がれる可能性だってあるわけだからね。そうなんですよ。だからちょっとさすがに移籍まで考えるのは、ちょっと飛びすぎた発想かなっていうのがあり。と、睨んでますか。そうですね、個人的には。なんで、あとは、もうあの、本当に全体的に大学卒が本当多くて、さっきの阿部選手や江崎選手、はい、ここのね、ボランチのところの先代だから藤田選手とか、あと先にちょっと言ってしまえば、黄緑と緑のところで東山、遠山選手か、と、あと、栃田選手とかってのはすでに来るようなのが決まってますから、うんうん、あとは、強いて言えばこのチーム知ってる人とか、この地を知る人とかってところが入ってくるだけで全然違うのかなと思うんですよね。って言うと、こんな人、超合うよねってのが一人いるんです。はい。はい、まあちょっと本当はウィングバックなんですが、ちょっとオレンジのとこ言えましたけど、うん、現、レノファ山口、石川博人選手。石川選手、もともと去年、熊本にいた選手です。はい。もともと鳥栖から熊本にレンタルで来てて、で、今年、レノファ山口に行ったって選手になるんですよ。ってことは、でも熊本のサッカー知ってるので、なるほどね。で、同じ J2 になるわけだから、はい、石川頼むぜってのは、うん、面白いかもしれないな、と言ったところですね。うんうん、で、同じように、あと二人も先に行ってしまえば、他にあの黄色のところと緑のところで、沢田選手とあと一味選手の名前いるんですが、うん、こちらも要はもともとはね、あの、大津高校っていうところでね、そういうことでございます。だからもう、チーム熊本みたいな感じになってくると面白いのかなと。ね、あの、先に、そうなんですよ。多いんですよね。そうなんですよ。そして大津選手も多いとなれば、そうなんですよ。応援しやすい。はい。あの、今やっぱりあの、熊本って一つ、そのやっぱりサッカー文化がもうかなり浸透してきてるのもあって、はいはいはい、うん、これあの、あんまり知られてないんですけど、あの、今あの、清水エスパルスにいるあの、松岡大輝選手。はい。彼はもともと中学時代、ソレッソ熊本という。実は、ああ、よく書いてありますね、熊本なんです。そう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 。はい、で、あの、もともとその、大津高校の、から出身のサッカー、はい、まあ、もともと高校時代、大津高校でやった方々が、うんうん、もう歴史長くなってきたじゃないですか。うん、おかげで10年、15年とか経ってきて、ね、みんな、各高校の監督とかになり始めたんです。素敵、素敵。で、はい、だから、あの、本当定期的に、それこそ大津高校にまたみんな見学に来て、うん、あの、指導法を学んでまたチームに持ち帰るみたいなこともあって。で今、小学校、中学校、高校のとか、もう、大津ブランドとか、みんなでだから、熊本全体のサッカー界盛り上げていこうぜって、そこから九州を盛り上げていこうぜってなってるから、逆にその、ある意味トップにいるロアッソ熊本が、にみんな集結して、うん、それでその中でまだね、あの、この中で競争でまだ勝ててないよとか、若手の選手を同じ九州のチームにレンタルで出して、っていう風になってくると、より九州全体がサッカー文化で盛り上がってくるんじゃないかなってのは。そんな話めっちゃ好きなんですよ、僕。そういうのが一番好きなんですよ、僕、サッカーを構成する要素で。いいですよね。ね、若手組はだから来年また J3 でね、他のチームレンタル、宮崎とか鹿児島ってこととかもあるかもしれないし、はいはい、大卒の皆さんなんかは今年なんかもそうだけど、やっぱり杉山選手とか、岩下選手とかめっちゃ出たじゃないですか。はいはい、まあその一年前の川原選手もそうですけど。はい、
だから熊本だったら成長できるかも出場できるかもっていうので、みんなあえて熊本を選ぶようになってきたってところがあるので、うんうんうん、この文化がずっと続くんであれば、やっぱもともとね、J2 にいた時はなかなかこう結果が残せないシーズン多かったっていうのはありますけど、はい、やっぱり一桁順位とかも見えてくるような育成の熊本がだんだん栄えてくるんじゃないのかなっていう。うん、なるほど。本物のね、うん、土台ですもんね、じゃあね。そうですね。だそのうちオール九州メンバーとかで、なんてこともあるようなのが、このチームなんじゃないかなと思っております。一気に魅力が増しましたけど、ね。そうですね。はい、まあ、唯一言えば今年の杉山選手とか高橋選手のちょっとアクション、はい、まあ、あと川原選手もそうだけど。そうです、杉山選手。良すぎましたね。そうなんですよ。これは狙われてますね。狙われはすると思うんだけど、やっぱ来年 J2 だから俺らで生かしてくれっていうので、残る可能性は高いんじゃないか。ターレス選手がね、途中からもうスタメンとって伸びて、ぐんぐん伸びてますよね、魅力的に。そうですね。あとは来年今度ね、そこから1年遅れる形で、こう、レオ・ケンタ選手も来てとかっていう風になってくれたら、高校なんですよね、確かに。そうなんですよね。はい、だ楽しみだなってところは、まだまだ尽きないチームかなと。はい。まあ、あと中原、今もういないけど、うん、やっぱり今年山形に行った、中原光選手でも活躍とかも大きいんじゃないかなと思うんですよね。はい、やっぱ熊本 J3 でやってきたけど、そこで山形行って今年も結果残してもあったし、はい、で世界で見てもね、やっぱ熊本出身だって言ったらシュビット・ダニエル、うん、橋本健人、はいはい、彼らだってやっぱ熊本を経由してるわけですから。なるほど、そうですね。このチームに育成の土壌があるんだよってことを、うん、国内外いろんなところでみんなが発信してくれてるってところもあるので、はい、あとは現役のメンバーたちが、もうあとはね、昇格つかみ取って、来年はジェズでというのが、このチームのネクストステップかなというところでございました。はい、ありがとうございました。ということでね、うん、第6条シリーズ編、今日は11月22日の夜に撮らせていただいておりますということで、残り試合もね、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、お願いします。さあ、1週間制というところで撮っております。ということで、はい、このシリーズは他のチームも、全部やってます。J1、J2、J3、全部できたから、参加させていただいてきております。はい、ぜひ、他のチームも覗いてみてください。他にもいろんなシリーズをやっています。毎日やってます。ミルクサッカーアカデミー、ミルワッカーサッカーをもっと楽しむためにということで。明日も聞いてくれると嬉しいです。井上真央でした。どうもミルク佐藤でした。チャンネル登録、並びに高評価ボタンで押していただけると嬉しいです。ありがとうございました。また明日。